琴音ハピネス。こんにちは、琴音です。今回のテーマは復縁、あの人は私に未練はある？で鑑定していきます。まあ、一つ目がね、一番、二人の過去。二番、二人の現在。三番、近い未来。四番、復縁できる状況なのか。五番、どう動く？まあ、ここまでね、鑑定していきたいと思います。それでね、今回は、ジュリーさんが参加してくれます。こんにちは、ジュリーさん。こんにちは、琴音先生。よろしくお願いします。よろしくお願いします。復縁ですよ、今回のテーマね。しばらくね、これ続けていこうと思ってます、復縁。ぜひね、ジュリーさん、この次も次もとずっと参加してくれたら嬉しいなって思っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、今回3択、こちらのカード、選択カードご用意いたしました。リスさん、コアラさん、イルカさんのカードをご用意しています。直感力が高まる音を鳴らしますので、聞きながら、どれにするのか選んでくださいね。その前に、この動画が気に入ってくださった方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントもくださるととっても嬉しいです。では、鳴らします。決まりましたか？リスさんからそれではスタートです。リスさんを選んだ方です。リスさんね、お相手未練あるかって言ったら、私は未練があると思います。はい。うん。で、じゃあ復縁を願っているかっていうと、それがね、ちょっとね、不安のカードが出てるんですよ。だから、リスさんを選んだ方も、復縁したら実は不安要素があるなって思っているんじゃないのかなって思うんですけれども、なぜかって言ったらね。はい。リスさんと、こっちがリスさんで、こちらがお相手なんだと思うんですよね。はい。カードって、お二人のことを表しているんだと思うんです。はい。多分、リスさんがすごく、まあ、リスさん選んだ方がすごく、なんだろう、いつも楽しいことが大好きでとか、すごく行動的、アクティブな方で、思ったらすぐ行動するとかね。はい。もしくは、もう、めちゃくちゃ明るいとかね。はい、結構すごくポジティブな感じ、はい、考え方がポジティブな感じなんだけど、お相手の方がちょっとツッコミを入れてくるとかね、そんな関係だったんじゃないのかなって思うんですよね。もし、こう割と超現実的、お相手の方が現実的、ツッコミを入れてくるタイプ。何やら私も思い当たる点がありました。まあこういうタイプいると思うんですよ、はい、まあ、結構いると思いますね。いますね、悪気がなくってんですよ、例えば、まあ、ちょっと今、パッと頭に浮かんだのが、松本人志さんみたいなタイプね。はい。皮肉言って嬉しがるタイプですよね。もういるだろう。そう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 。もういるだろう。なんかそんな、はい。もともと正論で言ってくるタイプもいるじゃない。自分が正しいと思って言ってくるって。はい。でもしくは、リスさんを選んだ方が、実際、結構、ポジティブって言ったんだけど、ちょっとそのポジティブさって無理があるよって、割と、しっかりしてるのかもしれない。現実、お互いの都合に、そうですよね、現実と。
うん。だから私ね、噛み合ってなかったんだと思うんですよ。性格の不一致って言ったらそれまでなんですけれども、性格的に合わないくって、割と喧嘩とかもあったんじゃないのかなって思いました。はい、なかなか難しそうなカードですけど、でも、これから先どうなるんでしょうか？どうしてったらいいんでしょうか？過去にも、ですから、こちらね、はい、別れたのも、この性格の不一致から会話が取れなかったりとか、うまくコミュニケーションが取れなくって、優しくできなかったりとか、お互いを思いやる気持ちがちょっとだけかもしれないし、だいぶかもしれないけれど、足りなかったような感じがするんですよね。だから、はい、復縁したい気持ちがあったとしても、なかなか不安要素が残っていて踏み出せない。はい、で、近い未来も、まあ、こちらのカード、割と、こう、アクシデント的なカードなんですけれども、今ね、まあ、これ近い未来なので、はい、近い未来、復縁を希望したとしてもね、はい、ちょっとダメなんじゃないのかな、断られたりとか、お互いやっぱりやめようっていうふうような感じで進むことが、はい、多分分かってるんだと思うんですよね。やっぱり心のどこかで感じちゃってる部分っていうのがカードに出てきてるんですね。そうだと思います。ただ、まあ、だから、ただじゃないですね、これからなんですけれども、はい、お相手の方は、今すぐじゃないけれど、もうちょっと時間くれて、って感じなんだと思うんです。なんかすぐにこう消化できてないようなイメージですね。そうなんですよね。だからちょっとすごく紙一重で、復縁できるかって言ったら、はい、相当ちょっと大変なんじゃないのかなって。で、実際こちらのカードなんですけれども、多分ね、お互い別のお相手を見つけるんじゃないのかなって思いましたね。そちらの方に進んでいくんじゃないのかなって。ちょっとね、言いづらいですよ。私も言いづらいけれども、まあそっちに進んでいきそうな感じはします。ただね、どうしても復縁したいっていう気持ちが強いんだったら、ここの性格、お互いのことをもっともっとよく知り合わないと、いけないんだと思うんですよ。で、ただチャンスは今じゃないっていう感じは受けますね。理解できない。じゃあさ、私今パッて今浮かびましたけど、ヒントってじゃあどこにあるのかって言ったら、交際してる時に LINE ね、交際してる時の LINE をちょっとこう過去を遡ってほしいなって、ブロックしない限りは見れるじゃない。ブロックしちゃったら消えちゃうのかな、LINE の内容って。となると、お互いさりげなく書いていた LINE の会話にヒントっていっぱいあると思うんですよね。どういうことに興味を持っていたかとか、お相手がね。例えば、朝電車に乗ったら、窓からね。はい。綺麗な海が見えたよとかね。そういえば海が好きだったよなとかこう思い出してみたりとか、海辺のカフェに連れてって一緒に行った時にすごく喜んでくれたなって、あ、海が好きだったのかもしれない、見過ごしてたとかね。気づかなかった点もたくさん今思いを見返せるってみたら、ちょっとヒントがあるような。あ、そうそうそう、その時は付き合ってるから、だんだんと
うん、ほら、付き合いがだ、あ、あの、交際、実際してみると、だんだん最初の付き合う前の、ウキウキ感というか、楽しい、一緒に、ずっと一緒にいたいっていう気持ちから離れていって、はい、ちょっと LINE を適当に返してた部分ってあると思うのよね。忙しい時なんか、特にね。うん。だから読み返してみると、意外とヒント、お相手の、うん、あ、こういうところが好きだったんだな、こういうのが好きだったんだな、こういうことに興味があったんだなってことが、うん、見えてくるような感じはしますね。どうですか？お相手のことを見返して、はい、ここ理解するための対策として、まあ、そういうこともあるよってこと、はい、でももちろん、まあ、あのほら交際 してたわけじゃない、復縁だから。だから、はい、もちろん、リスさんを選んだ方が一番お相手のことを分かっていると思うのでね。はい。対応策は分かると思うんですけど、ちょっとこちらのカードもね、引いてみました。で、うん、このカードなんですけれども、まあ、こちらにね、お子さんもいるような女性が現れましたけれど、ちょっと色っぽいんですよ。素敵な女性が素敵、うん、そうよね、こう誘ってる感じはしますよね。うん、でセクシーですね。そうなので、こちらのカードもちょっと、ね、もう こちらのカードは裸の女性が現れていて、え、裸、ここにも裸がいるでしょ。はい、これは、はい、やっぱりお互い、うん、お相手の方が強いんだと思うんですけれども、うん。まあ、ちょっとね、こう、ここは悪くても、性格的に合わなくても、うん。体の相性は良かったなっていう面はあったのかもしれない。ああ。でも大事なことですから。まあ、そうなんです。うん。なんかそんな感じがした。まあ、10代の方に関しては、まあ、手をつないでた時のぬくもりですとか。そういうことですね。それない？肌のさ、はい。同じ肌をして、肌質とかじゃなくってよ。はい。なんかこう、肌感が同じっていうか。なんか、こう、あの古い人間が言ってたことなんですけど、はい、あの肌質が合わ、あの 肌と匂いが合わなければ夫婦はやっていけないっていうふうにおじいちゃんおばあちゃんが言ってたけど、あ、まさにそれなんじゃないのかな。だから逆にこう手をつないでも何でも、うん、あの、あ、ちょっと違うっていうのってあると思うんですよね。うん、なんか違和感を覚えちゃったら終わりってよく、あの、聞きますよね。それが合っていた方たちなんでしょうか？合っていたんだと思います。はい。はい。忘れがたいお相手なんですよね、絶対に。うん。でもこのままで行ったら、そのまま別の方をお互い探しそうなので、うん、今一度本当に性格、じゃあね、これ性格じゃどうしたらいいのよってことなんですけれども、やっぱりね、あの、ほら、性格が違うわけじゃない、お互い。はい。はい。だから、自分と全然違って、あ、こういうとこ嫌だったなっていう、嫌だったなっていうところまで好きになれるかどうかなんだと思いますね。この、うん、リスさんを選んだ方は。あ、特に見直して、相手の嫌なところも、多分似た者同士じゃなかったんだと思うんです。だからこそ、お互いの、嫌な、ちょっとここはっていうところまで好きになること。勘に触ることとか。それも含めて好きになったら結構ね、それってすごく難しいことで、じゃない？でも今一度冷静になって見返していただきたいっていう感じですよね。
あ、LINE をね。ちょっとそうね。LINE を一回確認してみてほしいなって思いますね。確かに、そうそう。今私が言ったことだけど、LINE にいっぱいヒントがね、そう。ヒントがあるんじゃないのかなって思いますね。じゃあ、こちらのカードも引きますね。ロマンスエンジェルカードです。はい、お、飛び出した。こちらです。なかなかやっぱり難しい。お飛び出してきましたね。なるほど。まあ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 のカードでした。じゃあまず、はい。カードです。やはりこちらのカードなんですけど、まあ出会いを求めろっていうようなカードですね。ソウルメイトをって。でも、ここでまた難しいのが、もう一つのカードがね。はい。こちらのカード。またこれちょっと、ツヤっぽくない?今言った。またセクシーなカードが。ま、これなんですけど、はい、まあ、私が思うには、はい。小悪魔的なように。態度を取る。小悪魔的な態度、ね、はい、だから、まあ、イメージとしては、まあ、コケティッシュなカードなんですよ。コケティッシュな態度取れっていうカードなんですよね。だから、なんだろう。まあ今、死語になっちゃってるかもしれないけど、ニヒルな笑いってあるじゃない?はい。なんとなく、はにかんだ笑顔、笑い?そそられるよね。なんかこう、先にこう、皮肉とかこう、好きそうなタイプのお相手だったっていうので、先生がおっしゃってたんですけど、やり返す感じですね。まあ、でも、それは、あくまでも、そそる感じじゃないとダメよね。小悪魔。でも自分磨きから始めるっていう手もあるのかな。それはありますね。まあそれがね、一番、自分磨きも大切なんですけれども、やってると思うんですよ。きっと。んで、イメージチェンジ?イメチェン。はい。イメチェンしたらどうかなって思うんですけどね。なんかこう、どうしても、彼とのことばっかとか、一つのことを考えてたりすると、視野が狭くなりがちですから。そうそうそう。どうしても、こう、ね、LINE も見返すっていうこともあるし、自分のことも、こう、イメチェンしてガラッと変えてみたりとか、するとちょっと見えるものもなんか変わってくるのかなって。思い切って大変身していただきたいですね。リスさんには。そうですね。まあ、だから、リスさんはここまで、そこまでやるか、みたいな。そこまではできないよだったら新しい出会い。できるんだったらちょっと頑張りましょうって感じですね。だ実際、復縁できる確率って、やっぱり、2割ぐらい。そうですね。で、じゃあなんで、復縁しないのかって、それぞれ、復縁できない理由ってあると思うんですけれども。はい。まあ、お相手の方が、ちょっと後腐れがないようなタイプだったりとかも、するかもしれない。はい。でも、どちらかっていうと、私、さっぱりしているのは、リスさんを選んだ方だと思うんですけどね、実際ね。お相手よりもね。だから、ここまでの説明を聞いて、やっぱり私、新しい人探すわって方向に行くんだと思うんです。
はい。リスさん選んだ人って。私はそう思いますけどね。結構ね、お相手の方が、うん、だって、うん、まあもうちょっと時間をくれっていうようなカードだから、なんか、ね、優柔不断そうな感じもしますけどね。うん。未練がある方は、そっちの方が強いような感じはしますよね。うん。じゃあ、こちらのカードも引きますね。はい、こちらのカードです。はい、こちらのカードですけれども、うん、この女性とね、この貝殻に入っている小さな女の子、見つめ合ってるよね。確かに。うん。で、愛を表現するときに見つめ合うことってすごく大切だよねってことを伝えてるんだと思うの。はい。さっきここで、ちょっとね、私は笑い方を指摘しましたけれども、このカードも見つめ合っている、やっぱり、うん、なんだろう。言葉以外にも表現の仕方ってあるじゃない？それを今学んだ方がいいよっていうことなのかもしれないなって思いました。うん、例えば。なんか新しい方法ですよね。うん。ここで会話がちょっと成り立たなかったりとか、ちょっと嫌な感じ。例えば、喧嘩が多かったりとかね、会話で喧嘩が多かったりしても、はい、ちょっと好きを見せることで、割と、うん、うん、会話が途切れ、沈黙の時間で持ち直すことってあるじゃない？会話を、はい、ちょっと、はい、うん、ここを止めておこうとか、うん、あ、ちょっと急に冷静になれて、興奮状態から冷静になれて、あ、会話ここはこれ以上やめとこうとか、うん、うん、だからその間を置くためにも見つめ合うことってすごく、うん、いいんじゃないのかなって。またこれって色っぽさにもつながるよね、うん、艶っぽさにも。そうですね。あ、なんかつながってきるのが見えました。見えました。ってことはね、今私も新しいアドバイスが今浮かびました。はい。家に帰ったら、一人で家にいるときは必ず鏡を持ってください。で、鏡を持って、もうずっとね、鏡は もう手から離さない。で、いつも手鏡を持って自分の顔を見る。自分の顔を知ること、はい、さっき、ほら、会話で、自分磨き、じゃなくて、イメージチェンジしましょうって言ったじゃない？はい。ね、ジュリーさんも言ってたように、イメージチェンジっていうのは、はい、まあもちろん、お洋服とか髪型変えることもそうだとは思うんですけれども、まあそこまでしなくても、顔つきだけでも違うと思うんですよ。さっき私が言った笑い方もそうだし、この、見つめるっていう目もね、普通にね、見つめるだけだったらお友達と会話してる時だって見つめるわけでしょ。うん。じゃなくって、恋人と、恋人同士で見つめ合うって目が潤んでたりとか、見つめ方が違うと思うんですよ。はい。それをね、そんなの自然にできてないのって、そう、できないわよ。ね、モテる女性って意外とやってるのよ。家で自分で。表情を作っているの。本当だってば。そのまま当たってます。そうですね。ジェリーさん綺麗ですものね。
いや、うちの母親ですお母様そう、だから、やっぱね、はい、ちょっと練習してほしいなって、まあ、そういうことかなと思いました。単純に、あ、イメージチェンジ、髪型変えました、お洋服変えましたとかじゃなくって、本当に根本的なところをちょっと変えた方が、より、まあ、このお相手でもいいですよ。ちょっとハードル高いけどね、復縁。このお相手との、復縁のハードルはめちゃくちゃ高いような感じしますけれども、それよりも新しいお相手と、新しく恋をした方が、まあ、楽には楽。ハードルはね。でも、ここの部分はどちらに転んだとしても、やっといて損はない話なので、だってあなたが魅力的、リスさんが魅力的になるようなことじゃない。うん、はい。これ男性もそうだと思う。そうそう。だから男性も同じだと思いますよ、うん。別に女性だけじゃないですよね。色っぽい人って。そうですね。そうですよね。ついつい私は、一応女なので、女性目線で物を言ってしまいますけれども、男性も魅力的な人は、やっぱ素敵ですよね。ね。目が潤んでいる、目が潤むっていうか、うん。印象的な目をしている人ってやっぱりモテますもんね。眼力があるというか、こう目で物言う人っていうのは大人な男性とかかっこいい人の象徴って聞いたことがあります。あー、いいですね。男性、うん、今ね聞いている方が女性だけじゃなくって男性の方もいらっしゃると思うんですけど、あ、女性の話かって言うんじゃなくって、はい、男だって、うん、ツヤのある男性になってほしいですよね。はい。じゃあこちらもやってきます。お願いします。はい。こちらなんですけれども、はい、やっぱり変化が必要。割とちょっと大きめなね、自分の中で変革が必要かなっていうような、やっぱり結果が出てしまったので、まあ、うん、これね、このお相手だからこんなに難しいわけで、うん、もう一回言うとちょっと、うん、こっちもあるかな。でもこっち行くんだったら結構、うん、頑張んないとっていう大きな、自分の改革、自分自身の改革が必要かなって思いました。イメチェン楽しいのでぜひ楽しんでしていただきたい。楽しんでやれば、はい、ですよね。はい。で、それが結果的にどっちに転がるかわからないけれども、でも絶対に自分のためにもなるし、いい方向に進みますよね。はい。ちょっとこう色っぽい写真が、写真じゃなくて絵が出てますのでね。ぜひね、これ全部色っぽいよね。そうですね。リスさん、ぜひイメチェンで色っぽく。そうね。男性もツヤっぽく。ツヤっぽく。ツヤっぽく。ちょっと大変身を、大変身遂げてほしいですよね。はい。大変身。今やるべきことはそこですよね。まあちょっと復縁と離れているような感じ受けますけど、はい、でも実際はここが大切なところかなって思いますね。だってこれ、はい、男女の関係なので。ああ、やっぱりツヤっぽい人はいいですね。そういうことですね。はい。リスさんを選んだ方は以上です。コアラを選んだ方です。コアラをね、選んだ方。まあ、現状からね、いきますね。現状二人の復縁に、今、向かっていけるのかどうかですね。復縁できるかどうか、二人の気持ちがあるじゃない？気持ちが全然、お相手の方が離れていたら復縁も難しいわけで、ただ、なんとなんと、これ、恋人のカードが出てるんです。だから、お相手も、復縁したいって私は思うんですけどね。わぁ。素敵ですね。羨ましいですよね。羨ましいです。ねえ、こんなカードが出ていて、ちょっとじゃあ見せましょうかね。お見せしようかな。
ね、こんなうっとりするような絵柄ですよね。見つめ合って本当ですね。ね、まあだから、はい、多分ね復縁可能なんじゃないのかなって私は思うんですけど、ジュリーさんもそう思うでしょ。はい、もうラブラブな感じですね。ねえ、はい。でまあ原因が、ただしね、まあちょっとそうすんなりいかないのが復縁じゃない。復縁の確率って、はい、だいたい2割ぐらいなんですって。結構少ないんですね。そうなの。だからその2割の中に入ってほしいよね。はい。でもこうちょっと入れそうじゃない、このカード出てるってことは。そうですよね。可能性がすごく高くなってるような気がしますね。まあただね、これ過去の位置に、多分これが分かれた原因だと思うんですけど、逆位置で出てたのでちょっと正位置とすると、はい、すごいセクシーな女性が現れましたけど、まあね、悪魔のカードなのね。はい。うん。まあジュリーさんなんかもこの悪魔のカードを引いたりとかすると、やっぱり想像するのはあれよね。はい。まあだからあれですね。あれですよね。あれです。まあだから、まあ、原因は皆さんわからないかも。浮気とかね。まあどちらかわかんないわよ。あなたかもしれないし、もしくは、はい、お相手かもしれないしね。どちらかがわからないけれども、はい。でも、浮気じゃなくても、何か、ちょっと常識外れなことをしてしまったとか、お相手がね、例えばギャンブルとか、なんかこう想像つくよね。はい、常識外れたっていうようなこと。はい。なんかこう欲に任せていってしまったような、いろんな欲がありますけど。そう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 。はい、ねえ。え、10代だったらどんな感じだろう。10代だと、ゲームにハマってしまったとか。あ、それで悪魔なんか、こう結構のめり込んでというあの相談を受けたりしますので、あまりにもちょっと過度なのめり込みって悪魔かもね。そう考えるね。そうです、SNS もそうですし、こう、若い鑑定ご依頼されるときには、いつもそのような感じが多かったような気がします。あ、確かにそれ、やっぱり若い子そうかもしれないよ。若い子って言ったら、皆さんね、あの今、ね、10代の方に、そう、失礼だけど、あの、はい、高校生なんかは、もうね、小学校から結構ゲームやるものね。ゲームが今多いですよね。で、忘れちゃったりとかするものね。あの、彼女に LINE を送るの忘れちゃって、はい。落ち着きがついたとか、それが頻繁になって大喧嘩になるってことはあり得る話かな。ありましたね。あの、通知オフにしてたとか、ゲーム中だからっていう、オンラインゲーム中、携帯でオンラインゲーム中だとか、ありましたね。それあるある、ありありだね。ありありですね。まあ20代とかだと、まあちょっと訳ありの事情があって別れたって感じはしますね。まあ何かちょっとね、皆さんそれぞれだから、あの違ういろんな理由があるんだと思うんですけど、はい。でもまあ原因は明らかにここに集中してると思うんですよ。例えば、はい、あの原因がね、ずっとこう交際していく中で、なんとなく疎遠になっていくとか、例えば遠距離になっちゃって疎遠になったとか、あるじゃない。はい。でもこれってこの一発勝負で別れちゃったような気がするんだよね、私はね。急なこう、突発的なことも含めですよね。ね、今。急な気の迷いっていうか。そんな感じするよね。はい。だから、あの、まあ、さっきのゲームの話だと、いつもは返信してたのに、なんか、大会があってとか、何か、はい、それでちょっとぐちゃぐちゃってなっちゃったりとか、あの、長期戦で嫌なことがあったっていうよりは、単発的だったのかなっ
って思いますけれどね、私にはね。はい。ないとお互い求め合うってことが成り立たなくない？そうです。思い出したりとかはそうそうないですね。うん。ないと思います。ねえ。と思うんですよ。だから、まあ、ある程度、浮気を繰り返されても好きっていう方もいるのかな。まあ、ちょっと悩んできてしまったわ、私の方が。結局でも、浮気を仮に繰り返されてたとしても、やっぱりっていう、こう、比較もあって、戻りたいとか、我に返ったら、ね、はい。思い出しちゃう時もあると思うんですけど、うん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 。彼のいいとことか、彼女のいいとことか、だから、もし仮に、まあ、長期戦であれ、何であれ、はい、何かお相手、もしくはご自分が、あなたが、あなた、ご覧になさっている方が何かやってしまったとしても、多分、ずっと一緒にいたんだと思うんですよ。あ、はい。これ、このカードが出ているってことは、このカードはね、満足カードなのね。まあ、それが、まあ、逆位置だったので、ちょっと不満点はあるけれども、でも、うん、思い出すっていうかね。はい。過去の反省ですね。ちょっと振り返りというか。そう。で、これはね、この位置は、現状ね、復縁に適してるかどうか。今、恋人のカード、プラス、この、ちょっとだけ不満足な面があるっていうカードが出ているってことは、もちろん適してる。はい。うん。だって、別れて、まあまあ通常通りの生活、通常というか、お相手がいない生活に戻ったわけだけれども、でも、それでも何か足りない、それはお相手だってことなんじゃないのかなと思って、すごくロマンチックだなと思ったんです。いない寂しさに気がつく。そうそうそう。今いないっていうことに不満を覚えてるっていうことでしょうかね。そう思いましたね。うん、かなりのコアラさんを選んだ方は復縁の確率は高そうですね、先生。本当ですね。本当に高そうよね。今頑張ってほしいなって。高そうですね。まあでもだから対策この2枚で見ていこうとは思いますけれども。はい、大切ですね、これから。うん。で、近い未来はね、この2つね、はい、まあこちらが結果で、こちらが近い未来なんですけど、まあここ2つ総合的に判断して、言葉？これね、女王様が二人出てるんですよ。感情の女王様と、あと、はい、まあ会話とか、はい。うん。知性を表すような女王様が二人現れていて、で、それが逆位置だったので、うん。はい、基本、会話なんだと思うんですよね。会話が、例えば、感情的になってしまったりとか、はい、ちょっと言い方がきつかったりとか。はい。で、ここもね、やっぱり、こう、何かあって、その時に多分、すごくこう、言い合いになってしまった。はい。で、ここを、この感情をやっぱり、綺麗にしていかないと、まあ、なかなか、はい、うん、素敵なね、こんな恋人のようにはなれないような感じはしたんですけどね、私ね。そうですね。やっぱりその時の受けたショックというのもまだもう残ってるから、かなり複雑な心境だとは思うんですよね。うん、そうですよね。だから、まあ対策カードも心を、だから今気持ちを切り替えてね。はい。気持ちを切り替えて。そうそうそう。ただ一緒にいないと、だってこの人寂しそうなのよ。この女性ね、何か足りないって顔しているカードが出ていて、はい、うん、だから寂しい、お相手がいなくて寂しい、でも同じことを繰り返すのは絶対に良くないじゃない。もう一回別れちゃうと、ここで復縁できてもう一回別れちゃったら、もう次ないよね。次の復縁ってなかなかないことじゃない。はい。でもね。はい。復縁って、はい。復縁したカップルって、こうしてお互いのことが理解し合えるカップ
理解し合えたカップル、反省して、別れた原因を反省して、お互いよく話し合って復縁したカップルって成婚率が高いのよね、はいはい。結婚っていいことも悪いことも認め合うっていうふうに先生おっしゃったことがありましたね。そうそうそう、認め合う、そうね、すごいいい言葉だよね。まあだからそれ。先生が以前に言ったことで。あ、確かに。そう、だから、まあ、ここね、お相手の気持ちをしっかりと理解して、なんかこの女の子なんてすごくこう、真摯に受け止めようっていうような顔をしているよね。まっすぐ見てますよね。ね。で、はい、目をそらさずに。そう。こちらは、まあ逆位置でしたけれども、この女の子も、ちょっと寂しそうな顔してるじゃない？でも、相手の気持ちを、だからしっかりと理解して、うん、次は進んでいきたいっていう顔してない、そう言われてみるとね。うん。まあですから、ここね、ちょっとあんまりこう、あ、ここ、こっちですね、会話、気をつけるようにっていうのが、ただ、復縁は私は行くと思います。あ、こっちかな。こっちね。ここと、これがあるから。ではね。人のカードですね。あ、そうそう。素敵なカードだよね。はい、羨ましいですね。ね、羨ましいです。こちらの丸いね、タロットも引いておきました。まあ、こちらね。ま、いろんな、ほら、ものが描かれてるでしょ。はい。こんな感じでいろんなもの。で、いろいろ頭の中にいろいろな空想がよぎるんだけれども、多分、これって、お相手のこと？だから、お相手もあなたのことをいろ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 空想している。まあ、妄想しているって言い方の方が、ピンとくるかもね。だから、頭の中に。そうそう、考えてると思うんですよ。一つでなかなか定まらないような、こうじゃないか、ああじゃないかっていっぱい考えちゃうときですよね。そう、でもう一枚こちらの方もね、まあちょっと、なんとなくイメージつきづらいカードですけれども、うん、これ、ちっちゃい男、小さな、まだ小さな女の子で、はい、まあ胸あるけどね、胸はあるけど、そんなに大きくない。そんなに大きくない。私のようです。あ、そうだったんだ、早熟なのね。早熟だったのね。いや、あんまり胸ないんですけど。あ、この子だってまだ小さいのに胸があるって言ったの。別です。いや、逆でした。逆だったの、そう。はい。もう大きいのに胸がないです。ちょっと早熟な女の子で、うん。でも、結構すごく真面目で、積み重ねていこうとか、はい、着実に進んでいこうって考えている子なのね。だから、はい、うん、二人はこちらに向かっていると、私は思いますね。まあ、ちょっといいことばっかりね。小原さん選んだ人すごいですね。すごいね。だからぜひ頑張っていただきたいです。そう。だから、本当に、うん。発言ね、会話とか相手のことを理解するってことを、うん、うん、頭に入れて、復縁の話を持っていった方がいいとは思いましたね。はい。では、ここで、ロマンスエンジェルカードいこうと思います。お願いします。はい、行きます。2枚引いてきます。あ、それに1枚。ちょっとのカードが出ちゃったわ。びっくり。気になりますね。お！取り出した。あらまあ！はい。もしかしてこれは、もう、結婚と婚約かエンゲージ。とラブユアセルフファースト、どちらもラブラブなカード。本当ね、マジで。うわ、
ずいぶん、でも、確率は高いですね。復縁の。希望が見えてきました、私まで。ね、本当ですね。本当ですね。はい、私の方も。いや、私が復縁できるような感じになってきました。やっぱりこのカードが出たってことは、どん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 、復縁の方向に向かっているとしか思えないよね。はい。これは、かなりの確率と希望が、私までドキドキワクワクしてきました。本当、だってこんなに寄り添ってて。はい。これ、指輪じゃない？見てるのって。そうですね。ね。でも復縁される方は結婚する確率が高いと。そうそうそう、今。そうそうそう。だから、あとね、もう一枚。はい。ちょっとこれもどうなのっていう素晴らしいカードね、キスし合ってて。こちらが恥ずかしくなってくるカードですね。本当、本当、本当。ねえ。ロマンスエンジェルの。うわー、すごい素敵。ねえ、素敵なカードが出ていて、まあでもここに、まあ、まずあなた自分を最初に愛してって出ているので、まあ、今、お相手のことよく分かってって言ってたけれども、こうやって、しょげてる自分もいるわけじゃない？ちょっと深刻に考えちゃっている、顔つきしてるよね。だから、自分のことをまず好きになるって、そこから、それも大切だよね。なんかこう、別れたことにすごく嫌悪感を感じたりとか、私がいけなかったんだ、私がいけなかったんだって、思う気持ちが強くなってくると、どうしても、顔にも出ちゃうしね、ちょっと暗そうな顔にも出てしまうので、やっぱり、ついつい自分を責めがちですよね。別れた時ってそうだよね。別れた時って私があの時、あんなことしなければ、今でも交際したかもしれないっていう、自分を責めるよね。責めちゃうよね。思ったことあります。ね、だから、まず、自分、そんなことないんだよって、あなたが悪いわけじゃなくて、でもお互い今求め合ってるんだから、ただ、良くなかったこと、それは反省するべきだけれども、でも反省するけど、あなたはあなたで自分のことも愛する。そんな私も可愛いけれど、もうお相手には見せない自分もいるわけじゃない。はい、だって、お相手のことを考えながら行動していかないと、また別れって出てきてしまうので、はい、お互いのことを理解するっていうのはもちろんだけれども、その根底には自分を愛している自分がいる。はい。自分のことを大切にできないと、相手のことも大切にできないということですよね。いいこと言う、そういうことですね。それも琴音先生に教わったことです。あ、そうでした。ですね。もう一枚、はい、こちらのもう一枚、はい、引いていくこと。とてもバリューですね。でしょ？はい。もうすごい、これでもかっていうぐらいいつも鑑定をしてくださる琴音先生で、面倒見のいい琴音先生で。すみません、はい。あ、出てきました。こちらのカードです。こちらはどのようなカードになるんでしょうか？はい。じゃあ今からね、見ていきますね。はい。はい、こちらのカード、海にね、船、はい、そこの上に、ま、人魚さんがいて、はい。ホルンから、そう、蝶々がすごくこう、わーって出てきているのね。このね、多分、蝶々がいっぱい出てるってことは、はい、ここから、ほら、胸から出してるじゃない？この、胸に当ててるじゃない？はい、ホルンを。はい、そこから、こう、音を出し、胸から音を出してて、蝶々が吹き出してるって感じ？はい。胸だから、ってことは、ハート。愛を出す。はい、全身で、愛を吹き込むということですね。そうで、しかも、まあ、これね、
過去の傷を癒しっていう意味もあって、はい。だから、すごいよね。繋がってるよね。そうですね。すべて繋がって、リンクしてるカードが出てましたね。そうね。だから、本当にその通りです。おっしゃる通り。だから、確実に、まあ、これから、この後にまだカード引いたとしても、きっとこの復縁に向かうようなカードしか出てこないと思うんですよ。ここまで出てくるとね。だからもう、小原さん選んだ方は、私は、復縁できると思います。ジュリーさんもそうですよね。そう思えるよね。すごく思います。コアラさん。ね、コアラさんね。コアラさん。すごい。可能性が高いです。頑張っていただきたいです。本当。わお。わお。やっぱりこちら、ダイスも引きました。転がしましたけれども、出てきたのが、はい、こちらでした。やっぱり、楽しい。あと、会話ね、会話大切だって。あと、いつまでも、ちょっとね、くよくよしてないで、やっぱ前向きな気持ちで、このホルンから愛を吹き出すような感じね、を、はい、持って、ですね。ですから、まあ、連絡してもいいんじゃないのかなとは思いましたね。私はね。はい。はい、コミュニケーション大事ですね。そうですね。だから、あなたの方から、まあ、ご覧になって、コアラさん選んだ方は、ご自分の方からご連絡してもいいんじゃないのかなって思います。いきなりがね、ちょっとなかなか辛いようでしたら、まず SNS とかね、お相手がやってるようでしたら、そちらから少しずつ接近していってもいいと思いますし、お相手も待ってるんじゃないんでしょうかね。でね、もしかしたら私ね、連絡来そうな気もしますけどね、これだけお相手も思っているようですと。そうですよね。引き合う力ってありそうです。ありそうな数ですよね。で、復縁って意外と女性の方がみんな復縁したいって女性側は思うじゃない。はい。意外と男性の方が復縁したがる人多いですよ。だから、でも、プライドがあって、なかなか自分から言えないっていう人もいるじゃない？自分から言い出せないって。はい。まあ、それはね、あなた、ご覧になさっているコアラを選んだ方がよく、まあね、交際してたわけですから、はい、お相手のこと知ってるんだろうと思うんですよ。連絡の取り方、どういうのが一番いいのかってことをよく考えて、ね、はい。復縁の方向に向かってほしいなと思いました。頑張っていただきたいです、コアラさん。そうですね。コアラさんを選んだ方は以上です。イルカさんを選んだ方です。まあ、イルカさんをね、選んだ方、はい、お相手なんですけれども、お相手がね、はい、今、どう思っているのか？はい。未練はあるのか。もう未練たらたらのカードが出ました。うわぁ、あなたもだと思うんですよ。これご覧になさっているあなたね。今ご視聴してくださってるあなたも未練があるけれども、お相手も未練があるんだと思うんですよね。はい。だってね。未練たらたら。こちらのカードなんですけれども、テーブル、デスクの上に書類がバラバラでしょう。もう、わーって感じかもね。はい。風がビュービュー吹いている。まあ、ですから、結構心がかき乱されてるっていうか、まあ、これ心の中だと思うんですけれども、お相手に対して、なんでって、はい思っているような感じはしました。無関心ですと思ったりとか傷ついたりしませんものね。で、割とね、別れた時に冷静にね、はい、会話をしてお別れしたんだと思うんですよ。はい。だからこう感情的になってパッて別れたんじゃなくって、はい、しっかりと話し合いをしたんじゃないのかなって。って思いましたけど。でも、お話ししても、やっぱりっていうところですよね。そういう時ってあるよね。あります、あります。やっぱり冷静になってたつもりでも、
ちょっと違かったかなとか、後で思う、後でまた冷静になるってよくありますよね。うんうん、でもさ、これって今私は思いますけれども、こう、冷静で話し合った場合ってね、お相手に対して、あなた、お相手があなたに対して、ご覧になさってる、イルカを選んだ、イルカさんを選んだ方に対してね、悪いイメージは残らないで、綺麗に分かれられたと思うんですよ。はい。だからこそ、こう、なんていうの？分かれなきゃよかったっていう気持ちで、今いっぱいなんじゃないのかなって、思うんだけど。はい。意外とね、意外としっかりと、話し合って別れたとしても、後から、はい、私はそのタイプです。あ、そうなんだ。で、このね、こちらのカード、まあ、方向をね、はい、変えようとしている人が映ってますけれども、はい。これ逆位置だったんですよ。だから、はい、未練があるんだと思うんですよね。未練たらたら。これはまた先生、どのような展開になるんでしょうか。ね。ね、じゃあ近い未来なんですけれども、はい。うん。これはね、対策してからこっち側にこう入ってくるんだと思うんですよね。はい。イルカさんを選んだ人、イルカさんを選んだ、はい、うん。なんか綺麗な女性が出てますね。そうね、これすごく見て、満たされてる女性。これ女性、あ、ここね、そうね、カップルがいて、満足している、これ満足カードね。満足していて、はい。で、子供もいるし、ね、おじいちゃま、魔法使いだけどおじいちゃまが面倒見てくれてるって、もう、すごく幸せいっぱいの家族って感じでしょ？はい。はい。だから、冷静に話し合ったつもりでも、イルカさんを選んだ方は、やっぱり、でも、一番幸せな時だった。はい。元彼と。はい。もしくは、イルカさんを選んだ方が男性だったら、元カノが、と一緒にいる時が一番幸せだったなって今思ってるんじゃないのかなって思いますね。いなくなって失って初めて気づくっていうこともたくさんありますよね。あるある。だからもしかしたら、まあ、直後か、別れた直後、っていうよりは、ちょっと時間が経ってるような気がするんですよ。冷静になって、まあ、冷静で話し合っているんだけど、時間を置いたらさらになんとなく、いや、これがだから、イルカさん選んだ人でしょ？で、こちらが、お相手だったとすると、お相手心ずたずた、イルカさんは、一緒にいる時間が一番幸せだって気づく。はい。だからこそ、やっぱり二人とも復縁してほしいよ ね、こんな状況だったら。はい。何か苦しいって思っちゃって、あの時が良かったなって思ってる状況ですよね。ね、本当に。だから、対策としてはね。はい。まあ、ちょっとこれね、本持って逃げてる人がいますけれども。はい。泥棒かしらね。泥棒。わかんない。わかんない。こう、だって扉があって、そこからこう逃げているのね。階段降りてね。はい、だから、もう、この本が欲しかったとするじゃない？本。本バラバラだから、まあ、ここ繋がってるね。心がズタズタのお相手の、気持ち。はい。どんな手段を使おうとも、復縁に向かった方がいいってこと。だから、どんな手段を使おうともっていうカードが出てるってことは、もうすでにお互い何か、ちょっと今ほら、期間があったって言ったじゃない？はい。期間があるんじゃないのって別れた直後じゃなくってって言ったじゃない？はい。まあ、その間に、お互い、イルカさんを選んだ方だけかもしれないし、お相手だけかもしれないんだけど、まあ、その他に別のお相手ができちゃったりとか、はい。何かしら、こう、ちょっと違う動きが、ね。状況が変わっちゃってる。そう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 。でも、それでも無理やり、奪う。奪う。もしも、はい、
お相手にお相手がいたら奪う、それぐらいの気持ちを持った方がいいって私は思うんですよ。これも先生復縁に向かう準備っていうことで、そうそれぐらいの強い気持ちがあっても私はいいと思う、このお二人に関しては。はい、なんか実はこう準備されてたりとかもしそうですよね。あ、どっちが？どちらも。あ、どちらもね。どちらも。そうかもしれない。策を練ってるってどうしたら元に戻れるかなとか考えてそうですよね。あ、そうね。だからきっかけさえつかめればですよね。はい。どのようなきっかけ？でね、こちらが、まあ、先ほどと、先に対策って言った方のカードなんですけれども、はい。ほら、天秤が書かれていて、まさにこう、はい、バランスをとっているところなんだけれども、今は、どうしようか、今はじゃなくて、まあ、近い未来ですけれども、迷いはあるんだと思うんです。迷って。これ見ようかとか。そう、この天秤があるでしょ、はい。だから、どっちがいいのか。だってもうしっかり話し合ってるわけだから、別れた原因ってはっきりしているんだと思うんですよね。はい。でも、復縁するっていう気持ちが出てきている、心ずたずた、じゃあどうしようかって言ったときに、はい。結果として、なんと、思い出カード。これ思い出のカードなんですけれども。なんか楽しそうにしてますよね。そう。なんかお母さんみたいな方がね、子供さんに何かカップを渡そうとしていて、思い出、はい、思い出に、だから私は、ここで迷っている、近い未来、今は心ずたずたの状態だけれども、はい、迷いがだんだん強くなってきて、その時に頭に浮かぶのが、このイルカさんと交際していた期間の思い出、いい思い出。いい思い出。に進んでいく。だから私は復縁できる方向に向かっていくんだと思いました。はい。うわぁ、イルカさんも頑張っていただきたい。頑張っていただきたいです。ねえ。だってこんなふうにお相手が心ズタズタになっているって、いや、相当すごい人よね。イルカさん選んだ人ってね。はい。素敵な方なんですよね。はい。で、しっかりと思い出も作ることができてって。でね、やっぱちょっと期間はあったんだと思うんですよ。別れた直後って、やっぱり、この、しっかりと話し合ったとしても、それなりの、別れる原因があったわけじゃない？はい。でも、時間がだんだん経つにつれて、悪い思い出って消えてくんだよね。消えてかない？消えてきますね。いいこととか、楽しかったこととか。そう。そういう思い出が、やっぱりどんどん膨らんでくるんだよね。例えばね、はい、私なんてこんな歳になると、20代の頃の恋愛なんか思い出すと、もういいことしか思い出せないもの。そうですね。楽しかったな。あの時、あの時で、とか。そう。今、そうですね。ね、喧嘩した時のことなんてあんまり思い出さないで、いい思い出が浮かばないじゃない、はい、半年ぐらい経ってて、半年以上経ってるような感じがするんですよね。イルカさん選んだ方。でも、なお、まだ気が傷ついて、お相手の方も傷ついていて、ようやく気がついたって感じなんじゃない？ちょっと期間が空いて、はい、なんだと思いました。ちょっとね、違うのも引いてみましたけれども、はい、まあこれね、こちらのカード、まあ矢がね、こうやって飛びパーって、でこちらに。はい、天使がいて、天使も矢を引いていますけれども、まあ、割とこう、はい、勢いがあるようなカードじゃない？だから、この、心の悲しみっ
って結構割と大きいんじゃないのかなって思いましたね。もしくは何かイルカさんのことを思い出すような出来事がお相手になった。急展開っていう解釈はありますものね。そう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 。まあ急展開って急展開してくれたらいいね。そうですね。でもありかもよ。ありかもしれないよ。例えばさ、同窓会に行って、はい、同窓会に行ったら、お友達、周りの友達はみんな彼女がいたり結婚したりとか、こうね。はい。で、ああ、お相手が男性だったら俺にはとかね。はい。急にあなたのことが頭に浮かんで、あなたってイルカさんのことが頭に浮かんで、急に気持ちが高ぶってきちゃったりとか、何かこうきっかけがあって急にこうテンション上がってくる。そういえば、はい、みたいな気持ちなんじゃないのかなって。なんかちょっとしたことでブワッとっていう。うん、うん、うん。で、ま、もう一枚がね、これすごく楽しそうな動物もいて、なんか体操してるような感じのカードが出てきましたけれども、はい、まあこちらね、はい、まあこれね、もう一回見せよう。真ん中に太陽が描かれてますから、もちろん太陽のカードが出ているんですよ。で、太陽のカード、ね。で、太陽のカードって、まあすごく元気があるとか、パワフルとか、まあそういった意味もあるんだけれども、期待しなければいいことあるよっていう意味もあるのね。自然のままで。うん、うん。そう、だからちょっと大人チック。大人か。ああ、大人ですね。そう、なんかこう、これ大人っぽくない?例えばまだお若い方でも、イルカさん選んだ人がね。でも、このカップルはとっても大人びているんだと思うのよ。はい、で、もちろん、イルカさん選んだ方、大人の女性とか男性のカップル、うん、だったような感じはする?はい。落ち着いたカップルですね。そう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 。すごくね。だから、期待しなければっていうカードに私は、うん、そう受け取ったんですけれども、このカードから。はい、どういうことかっていうと、期待しちゃうと、落胆するじゃん。はい。落胆するよね。期待が、高くて反動が、はい。そう。ダメだった場合って、すごく落胆しちゃって。はい。うん。そうですよね。ダメだったらどうしよう。ダメだったらどうしようとか。そう。だから、期待をしなければ、うん。いいことが来た時に、すごくやったって感じになる。びっくりだよね。びっくり。そんな感じ。もうちょっと分かりやすく言うと、例えば、私がよく例に出すのは、イルカさん選んだ方が女性だとするじゃない?はい。ディズニーランドに行きました。はい。そしたら、はい、ディズニーランドに行って、トイレに行きました。はい。はい、トイレに行ったら、なんとそこに、ミニーがいた。めちゃくちゃ嬉しくない?嬉しいですね。思いもやらない。思いもそうそうそう。でもさ、トイレにまさかいるとは思わないじゃない。普通ミニーなんて、はい、ディズニーランド内、園内であったら、結構行列ができてたりとかね。人だかりじゃない。うん、でもトイレだから、はい、人がそんないないわけじゃない。はい。そこでミニーがいたって言ったら、もうめちゃくちゃ嬉しいよね。めちゃくちゃ嬉しいですね。だから期待思ってもない出来事ですよね。そう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 。だから期待しなければいいことあるよっていう。だからそれほど期待を持たない方がいい方向に進むっていうような感じ。だって今、ほら、向かってるから。期待をせずに楽しくですね。そうね。だから、あの人は私に未練があるって、未練はもちろんありますね。だから復縁の方向に、ぜひとも向ける。連絡取ったりとか、はい、してみたらどうかなって。うん。また、ゆうかさん楽しみですね。そうね。ちょっと違うカードも引いていきますね。はい。ロマンスエンジェルカード引いていきます。すごい感動が出てきました。
何か結婚式ですかね。こちらです。はい、ロマンスエンジェルカード、なんともうびっくりですね。ウェディング、まあね、これね、さっきね、イルカさんの前にコアラさんやった時にも話したんですけれども、復縁できるか、できたカップルって、割と結婚する方、結婚が決まる確率高いんですね。はい。まあ、ここで復縁できれば、ちょっといけそう、いけそうじゃない？ですね。ねえ。ウェディング。すごい楽しみな素敵な羨ましいカードが出ました。すごい、すごいですね。ちょっとほら、ここ見た時になんとなく、はい、割と落ち着いたカップル、そうそうそう、落ち着いたカップルって思ったけど、いきなりこれってめちゃくちゃびっくりですね。でもありえるよね、さっきの復縁の理論、私なりの理論でいくと、なんとなく、まあこれ統計ですよ、理論じゃなくて、はい、ごめんなさい。統計的に復縁から結婚まで行く人って結構な確率でいらっしゃるみたいなので。はい。だから。うわ、羨ましい。ね、森の中に入っている。ちょっとこの話し合いの時に、郊外で話、再会したりとかね。静かな場所でとか。うん。ちょっとほら、期間が空いてるんじゃないって言ったじゃない？はい、だから会う時にもちょっと自然があるところとか人があまりいないところで、ちょっとムードがあるところで話し合ったらどうかなって感じよね。素敵ですね、想像しただけで。本当。でもね、これ出たままだものね。すごい、なんか本当に羨ましい。もう一枚いきます。連動してるカードが。ねえ、本当。羨ましいです。なんか恋愛したくなってきたね。したくなってきました。ねえ、なんとしよう。イルカさんは今、とっても辛いのかもしれないんだけれど、でも、いつもこう明るくね、あんまりほら期待するとどん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 、顔も、なんでなんでって感じになって、どんどん顔も暗くなってくるんで、明るく明るく、そうですね、暗いと人も寄ってこなくなっちゃうし、自分もつまんないし、そうそう、そういうこと。あ、もう出てきました。あら。これね、この YouTube 動画で以前も出てきているんですけれども。はい。何のカードが？これね、女性、すごい素敵な女性が、はい、上、天から落ちてきている、落ち葉を手に取ろうとしているのね。はい。まさに、棚からぼた餅。あら、チャンスがあるんでしょうか。だと思うよ。だから、まさにさ、これね、そうなのよ。棚からぼた餅って私今言ったじゃない？はい。これ私どっかで今言ってたよね。ついさっき。天使の矢の時です。いや、こっちかない、こっちこっち。あ、あんまり期待しないで。そう。期待しなければいいことあるよ、棚からぼた餅。はい。ってことよね。あんまり思い込んで、こう、あれがいい、これがいいとか。こうしたらいいとか思い込まないで。そうそうそう。そう。まあまあ、これ、似たようなカードが出ましたということで。きっと私はこの流れになっていけると思います。はい。羨ましいです、イルカさん。イルカさん、ちょっとなんか感動が鳥肌、私。すごいです。すごいね。じゃあちょっとこちらもやります。まあ、まさに棚からぼた餅の、感じ、しかも、はい、家庭を持つって感じの。だからやっぱ結婚よ。8とか出たんですか？ 7。4ね。4。あ、4家庭、はい。
まあ、4、いて座木星でした。はい。ああ、もうなんか、ドンピシャじゃないですか。ドンピシャでしたね。いて座木星。わあ、まさに家庭ですか。いて座木星、まさになんか棚からぼた餅っぽくない？そうですね。これですね。皆さん、聞いてらっしゃる方はそんなこと言われても何のこっちゃって感じなんだと思うんですよ。はい。でも、あの、いて座の、支配星って木星なんですよね。幸福。木星って幸福を表すの。はい。それが、幸福が、もう、家庭に入っちゃってるってことは、うん。はい、すごく幸せです。なんか、いて座ってすごくこう、遠くを意味するので、そこに幸せってなんかこう、はい、鼻からぼた餅っぽくない？って私はそう解釈しますね。今思った。直感でね、直感でこういう棚からぼた餅、はい、棚からぼた餅って感じ。はい。すべてなんかこう、急にこう、期待しなければ、すごいでも、喜びも倍増しますし。そう。ラッキーが落ちてくる。しかも、結婚に向かってって感じ。すごいですね。うん。だから、なんとなく、この、家っていうのが出てきたんで、ご家族にも祝福されるような二人なんじゃないのかなって思いました。さすがです。ね。そんな感じするよね。はい。二人だけっていうよりは、家族全員がみんなで祝福してくれるような、まあそんな結婚に向かっていくんじゃないのかなって思いますね。羨ましいですね。イルカさん頑張っていただきたい。はい。イルカさんを選んだ方は以上です。琴音ハピネス。はい。また、開封動画です。どうなることやら。今回はね、マザーピース。なんでね、これ、購入したかっていうと、丸型のタロット。ちょっとね、欲しくて、購入してしまいました。でね、またこのね、またって皆さんご存知ないと思うんですけれども、日本語解説書って言うと、これがついてくるんですよ。で、若干、やっぱりお値段お高くなるのね。でこれ結構溜まってまして、で、全くこれ使ってないんですね。うん、ってことはね、まあ、日本語解説書なしのを買った方がいいんじゃないのかなと、まあ今回ばかりは思いましたね。うん、その方が値段も、お値段も抑えられるし。まあ、でも、まあ今後、さらにね、今回ね、4つ、まとめて購入していますので、毎回ね、この開封動画お届けできると思います。ちょっと愚痴っちゃいました。はい、ではやっていきますね。はい、こちら。お。よいしょ。あら、また箱。ちょっと待って。箱の中に箱。よいしょ。あ、中にも解説書は入ってますね。英語だけど。これはこちら。あ、やっぱり丸。あの、小さいの頼んだんですよ。もっと小さいのかと思ったら、割と。大きかった。もっと小さいのを予想して購入したんですけれども、ちょっと大きかったなぁ。うん。で、まあ、もうちょっと紙がしっかりしているのかと思いきや、まあ、そうでもない感じ。うん。普通のタロットっぽい。当たり前か。でも丸だったんで、うん、コースターのようなイメージで購入してしまいました。どうだろう。かわいい。かわいいって、なんか、ね、ミステリアスっぽい感じかな。うん。珍しい絵柄ですよね。なんかこう、ほら、
パワーを得るものがちょっと大きそう。ね。眺めながらですけれども。裸の。まあ今このね、カメラですと、あんまり絵柄よく見えないかとは思いますが。可愛らしい、可愛らしい。ちょっとね、裸の方が多いですね。まあ、ただ、メキシコじゃない、エジプトっぽい。あ、うん、エジプトっぽいな。はい。まあ、こんな感じ。うん。まあ、こうやって見ればよかったんだ。こうやればね、私も。おうおうおう、マジシャンのカードも独特ですね、絵柄が。へぇー、こう。今までにないような、うん、発想というか。いや、なんかこれ、なんだろうと思ったら、死神のカード。へぇー。うん。芽が出るじゃなくて、木が生えてきている。うん。ああ。これなんかね、星のカードね。まあ、今からね、浄化をやりながらじっくり見ていきたいと思いますけれども、新しいなんかね、このエネルギーを感じながら、調整していきたいと思います。整えていきたいと思います。ではね、今日の鑑定から使っていこうと思います。まあ、これね、動画の最後に載せてますけれども、楽しみにしていてください。というか、もう見終わってるのかな、皆さんね。はい。だったら、いかがでしたかですね。どうでしたかって。では、開封動画以上です。